はい、マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、マスオのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。で、今日はですね、こちらに今います。これ、海底神殿に行くときに作った拠点ですね。この拠点から、ちょっと今日はね、海底神殿に行って、海底神殿のね、ブロックをたくさん取ってきて、海底神殿駅を作ってみたいと思いまーす。はい、ということでね、海底神殿に行く途中のこちら拠点まで着きました。で、こっからね、海底神殿をこうね、探索していくんですけど、またね、いつも通りこのね、ポーションを飲みましょう。では、ボートでちょっとね、探索していきまーす。もうね、そんな来ないと思ったんですけど、まさかまたこんなに早く来るとは。もうここにね、海底神殿があったのが分からなくなるぐらいに、もしかしたら僕は掘るかもしれないですね。で、ここ、ボスがいなくてもやっぱりこの敵は出るんですね。スポーンするんですね、やっぱりね。これちょっといやらしいな。このね、敵がね、結構ね、僕苦手なんですよね、倒すのね。はい。いただきまーす。ポチッと。よーし。では、早速、下に降りましょう。で、今回は、どんどん掘るのが目的なんですけど、ちょっとね、この、ランタン、これをハサミでね、取れるっていう噂聞いたんですけど、これで、シルクダッチで、おお、ほんとだ、シルクダッチのハサミだと、普通にシーランタンが取れる。しかも結構早い。これね、無駄じゃないですね。で、ハサミは摩耗しないんで、これでシーランタンめちゃくちゃ使えますね。シーランタンはかなりこのね、水中、海底神殿液を使うのに結構ね、使いたいなと思ってたんで、これは非常に、やっぱりね、シルクタッチ付きハサミ作ってよかった。これもね、実はね、コメントでアドバイスいただいてて、ハサミのシルクタッチ作るといいですよっていうのね、伺ってたんで、いや、ほんと皆さんのコメントのおかげです。ありがとうございます。ではね、掘りまくっていきたいと思います。今この掘ってんのが、プリズマリンレンガなんですね。プリズマリンレンガと、ここの、ね、石また違いますよね。これは、プリズマリンっていうものなんですね。どういうデザインにしようかな、プリズマリンレンガとプリズマリン。ちょっといろいろ悩みそうですが、まあね。はい。ということでですね、今ね、採掘しているんですけど、まあ、こんな状態で実は採掘しております。スポンジ、前回取ったスポンジ、こちらあるんですけど、これを使いつつ、空気のね、場所を確保しつつ掘ると、すごくね、効率いいんで、このように掘ってるんですけど、やっぱりね、なかなかね、敵が邪魔してくるんで、まあ、掘るの難しいんですけど、やっぱりこう、スポンジ使うとスムーズですね。一瞬で掘れるし、なんかね、ポーション持ってきてたのもね、全然悪くはないんですけど、やっぱスポンジって強いなと思います。危ない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 。ということでですね、今ね、こういう風に掘ってるんですけど、なかなかね、集めるの難しいですね。今のところ、プリズマリンレンガを、ほぼ5つのスタック、あとプリズマリンが1つと、あとシーランタンを集めてるんですけど、結構ね、集めるの難しいですね。こう止めて、せき止めて、やばい、跳ねて、こうね、攻撃してくるんですよ。こういうのがね、難しい。そして今ね、このポーションがなくなってしまったんで、ここからね、避難するのがね、どうやって避難しようというね、心でいっぱいです。無事に避難できるのか、果たしてって思っちゃいますね。ここから外に、避難だ!おう!ここ入り口だ!空まで俺はたどり着けるのか。おっと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 。くらやばい。よし。よーし。ということで、海底神殿から拠点に帰ってきました。拠点こういう風に見るとなんかね、変な家ですね。よし。じゃあ、この拠点から、またネザーに行って、駅を実際にね、作りたいと思います。割と、そんなにね、広い駅に多分ならないと思うんで、割と簡単に作れるんじゃないのかなと、ちょっと思い始めてきました。はい、果たしてどんな駅になるかね。で、まず、ここがネザーなんです。こういう、まだ、真四角にも何にもなってないところなんで、まずはちょっとね、整備していきましょう。サイズをどのぐらいにするかですよね。で、
で本当はねもっとねかっこいいね駅にしたいんですけど、いまいちね俺ねそういうの苦手なんですよね。こう海底神殿っぽくしたいよね。はい、じゃあとりあえず掘ります。うわーマグマが流れてきた。はい、ということでね、海底神殿駅、さっきまでデコボコだったところをこのように掘りました。まあね、プリズマリンと、プリズマリンレンガのね、量を考えてもそんなにね、大きい駅には残念ながらできないということで、このようなサイズになってます。今ね、ちょっとできないんですけど、このゲートの位置を少し変えればさらにね、ちょっとね、違うような感じになって楽しいなとは思うんですけど、じゃあこっから、いろいろつけていきたいと思います。でね、ちょっと考えてたんです、いろいろで、床はね、このプリズマリンにしようかなと思ってちょっとやってみたいと思います。プリズマリンレンガが壁、プリズマリンがこの下っていう形にすれば、ほら、結構ね、こう綺麗な感じになると思うんですよね。ここがネザーって分かんないぐらいのこの雰囲気の綺麗なところにしようと思ってるんですけど、おお、どう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 、もう今のうちでんだけど、これだけでもさ、なんか全然こう違くないですか。ほら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 、ちょっと雰囲気違いますよね。でその間にこのね、ゲットしたシーランタン、いやハサミ作ってよかった、このシーランタンを散らして、こうね、綺麗な感じにしたいなと思ってて。で、ちょっと今ね、こう、つけてるんですけど、どうかな？足りるかな？プリズマリンレンガ。それもね、微妙なんですよね。プリズマリン、あと30個が足りる。ギリギリ足りそうじゃない？ということで、床完了いたしました。すでにね、これ、綺麗じゃない？全然こう、ネザーって感じが、ね、また、するけど、ネザーって感じは当たり前だからするんだけど、雰囲気がね、変わる。超いい。で、ここの壁はプリズマリンレンガにしようと思ってまーす。じゃあ、プリズマリンレンガを、こうね、つけていきたいと思います。この端っこはいらないから、あ、これプリズマリンか。間違えた。プリズマリンレンガです、レンガ。必要ないところは、極力、貼らないようにして、よしよし。この、端っこはね、どうせ隠れちゃうんでいらないから、こういう風にしていきたいと思います。はい、ということでね、結構こういう風にね、海底神殿駅いい感じになってきたんですけど、実はね、今ゲート壊してます。これ位置ずらそうと思って、ちょっとね、効率強化のね、ダイヤモンドツラッシュ持ってきて、ちょっと掘っております。なんかもうちょっとずらした方がよりよくね、なんか広々と海底神殿のこの場所が使えるような気がしたんで、ちょっとね、こういう風にずらしてます。もうちょっと神秘的な感じにしたいよね。よし。で、ここで、落ちちゃった。で、ここに作ろうか。ここに作りましょうか。こういう感じで。2、3、4の。で、ここを黒曜石にすれば、割といい感じになるんじゃないかな。はいはい。で、ここを黒曜石で固めます。ポチッと。はい。おー、広い。で、ここで、ここ。あ、これも、真ん中だよね。あ、いい色ですね。で、ここでこういう風に。ちょっと入ってみるんですけど、同じところに出ないとね、ちょっときついですからね。あ、よかった。こっちの先は同じですよね。確か128以上ずれると場所もずれちゃうんでしたっけ？かなりずれないと確かずれないですよね。こういう風に。真ん中をこう。おお！どうだろう。悪くないね。はい、ということで、ようやく、海底神殿駅、完成いたしました。イエーイ。いやー、今までのね、駅の中で一番時間かかりましたね。うん、一番こう、手の込んだっていう感じかもしれないです。まだね、結構改良はしていくんですけど、ひとまずね、今日できたということで、ちょっとお見せしたいと思います。では、海底神殿駅、まず中に入ってみたいと思います。それが、じゃーん。こちらになります。ちょっとね、今回線路から繋がるところは、こういう風にね、ちょっと見やすく、ちょっと開けてみました。これね、もう少しね、どれくらい開けさせるかっていうのね、まだ改築中なんですが、
なんかゴッドロックから見て分かりやすくするようにしたいなと思ってこういう風にしました。で、他のね駅もこういう風にしようかなって今更だけど思います。で、中に入るとですね、じゃーん、こちらネザーとは思えないようなこんながあの駅にしてみました。まあゲートの位置を変えて、ゲートはねこの中からすぐあの一番端っこで分かりやすくして、基本的にね明るいこういう駅にしてみました。シーランタンがあるおかげでめちゃくちゃ明るいですね。うん、超いい感じで、スイッチの部分はですね、このスポンジ、あれスイッチ今ついてないけど、スポンジがあることによって、スポンジのところにスイッチつけてるんで、そこからねトロッコの発車スイッチとなっております。ちょっとここだけいたらね、本当にねこう何？海底神殿に行ってきました。海底神殿でちょっと作りましたみたいな感じですけど、非常にね、いい感じです。で、今回ね、もう一点だけ実はね、ちょっと改良というか、いつもと違うことをしてみました。ちょっと今、どうしようかな。瓶ちょっと一回捨てまーす。なんかね、掘ってたらいっぱいになっちゃって。で、ここでボタンを押しまして、まずトロッコに乗ります。で、トロッコに乗って、このボタンを、あれ？トロッコに乗ってこのボタンを押しますと、はい、このようにですね、今回は何個かに1個にこういう風にねシーランタンを乗っけてみました。あ、ここダメなんだ。ですね、ここを掘ってるうちにマグマで線路が一回焼かれてしまったんで、今応急処置としてこういう風にねパワードレール置いてみたんですけど、ちょっとここまた改良必要ですね。一回家に帰んなきゃいけないから結構遠いんで、ちょっとね、一回代用でこのようにしました。でもね、結構良くない？はい。ということでね、結構ね、いい感じにできました。今回ね、海底神殿ポイント作ってみて、まあね、いろいろ、あ、こうやった方がいいなって思うことね、ちょくちょくあったんで、他の駅にもね、それをね、活かせるように、また、他の駅も改良してみたいと思います。いやー、でも、それにしてもね、結構いい感じにこうできたんで、僕としてはね、大満足ですね。もう少し全体的にまあ綺麗にはしたいんですけど。はい。ということで、今日はこちら。海底神殿駅を作っていきました。次は何の駅作ろうかな。まあまた冒険から始めなきゃいけないんですけど、冒険してまた駅を作っていきたいと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ということで、以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。いい駅できたよね、ほんと。